こんにちは、すずらんこみちのすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は皆様にとっても嬉しいご報告をしたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということでめっちゃ早口で喋りましたけど、皆様に嬉しいご報告ができることになりました。ありがとうございます。なんと速やかさんとのコラボカリンバの制作が決定しました。わーい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 、うっとうしいですね。すみません、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。もう本当に嬉しいですね。始まりはこの2021年の11月にアップした速やかさんの17音カリンバのご紹介動画です。また見てない方はぜひ見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。でそこでなんですけども、私好みのソリッドカリンバをぜひ作っていただきたいなって動画越しにね、最後の方でもう速やかさんに公開おねだりをしちゃったんですよ。その動画を速やかさんが見てくださっていて、そして視聴者の皆様もね、この商品レビューなどで速やかさんに猛アピールしてくださって、私のおねだりだけでなく、もう皆様からのお声も速やかさんに届いたからこそ、今回のコラボカリンバが実現することとなりました。もう視聴者の皆様本当にありがとうございます。いや、もう本当に実現するなんてね、もうびっくりしましたね。で、私が速やかさんに動画で公開おねだりした内容なんですけども、ソリッドカリンバでキーが丸みのあるもの、そして塗装があるものをおねだりしていました。多分その動画を見てくださったからか、一時的になんですけども、速やかさんのこのソリッドカリンバが塗装ありのものも販売してくださったようなんですよ。こちらのつるっとしたものが、こちらは塗装なしのもので、私が蜜蝋を塗ったものなんで、ちょっと黄色っぽく色が変わってるんですけども、この塗装ありのものも販売してくださっていて、もうなんていうか、すぐ希望に応えていろんな商品を出してくださるってい もう試みがすごく嬉しいですよね。で、こちらのカリンバももちろん、ね、軽くて、ね、コンパクトで使いやすくていいんですけども、私がね、この持ち方がこう上から持って見える方は多分問題ないと思うんですけど、私がこうカメラにここのキーのところに、ね、顔が映り込んじゃうのもあって、こうなんだろうな、下からこうやって引きがちなんですよ。なのでこういうまっすぐなキーだとすぐ指が痛くなったりとか、スライドがちょっと苦手だったりして、やっぱり丸みのあるキーが欲しいなーなんてわがままを言ってたわけですよ。もうね、申し訳ないなんですけど、それをね、もうやっぱり皆様のお声が何よりも届いて、速やかさんから一緒に作りませんかとお声をいただきました。うわもうびっくりしましたよね。もうびっくりですよね。私もびっくり。もうとにかくびっくり。そしてね、コラボできるなら、ボディの素材も選んだりできたら楽しそうだななんて思ってたんですけども、今回のお話にあたって、私の方で希望を改めて出しまして、そして速やかさんが私の希望に合ったカリンバを工場選びからしてくださって、試作が私のところに届いたら、音の確認をさせていただいて、またボディもね、もう一度確認をして、最終的には速やかさんの方で Amazon から販売していただく形になると思います。多分私の方では販売しないかなっていう気持ちではいます。もう私はカリンバの販売まではちょっとできないので、もう速やかさんの方でぜひとも販売をしていただこうかななんて思っていますね。え、どんなのができるのかななんてちょっとすごく楽しみなんですけど、もしかしたら、もしかしたらですよ、私のね、作家ロゴも、なんだろうな、この辺とか、この辺とか、まあわからないですけど、今ちょっと当ててみようかな、こんな感じこんな感じで入れていただけるかもしれないなんていう、もうビッグなお話ですね。もうびっくり
場 YouTube をやっていて、もう一番の夢が叶いそうなお話がやってきました。いやー、作家ロゴを入れていただけるっていうのが何よりも嬉しいですね。どうしましょうね。まだね、どんな形になるかちょっとまだあれですけど、興奮しすぎちゃいましたね。ちょっと聞きづらいところがあったら申し訳ないんですが。もうワクワクドキドキです。うわ、古っ。はい、そんな感じで、このコラボカリンバのお話はまた随時ご報告させていただきます。もしかしたら春頃に販売？いや、そんなに早くないかな。どうなんでしょうね。もう販売の方は速やかさんにまるっとお任せして、私はもうこんなのが欲しいっていうわがままな希望を伝えしていますが、さーてどうなるでしょうね。まだね、販売時期は未定なんですけども、多分個数限定になると思いますので、皆様ぜひご予算の準備をして待っていていただけると嬉しいです。ということで、今回はコラボカリンバ実現のご報告でした。皆様本当にありがとうございました。それでは今回は以上となります。また次回の動画もお楽しみに。それでは、すずらんこみちでした。